鎌ヶ谷市は、千葉県の北西部に位置する市。健康都市連合加盟都市。統括地域にあって、県北西部主要4都市の船橋市、市川市、松戸市、柏市と接し、交通の要衝である、新鎌ヶ谷駅を中心に、子育て、教育環境が充実した住宅都市として発展している。新鎌ヶ谷駅前にある統計140度線。 標識千葉県北西部に位置し、県庁所在地である千葉市から約2 0トルに位置する。都市雇用圏における東京都市圏のベッドタウンとしての性質が強い。通勤率は東京都特別区部へ27.4%、船橋市へ11.9%。市域は下佐大地と田日田からなる。市の標高は 約13から28メートルとなっており、揺れにくい町鎌ヶ谷として宣伝し、新しい市街地として新鎌ヶ谷地区の開発が行われている。海抜が最も低い地点は約7メートル、最も高い地点は約30メートル。北部には、手賀沼に注ぐ大津川が流れ、南部には大菓市は川及び、根郷川、東京湾に注ぐ、海老川の支流が流れる。 また、海上自衛隊下宇佐航空基地があり、西部には陸上自衛隊松戸駐屯地がある。市の中央を統計140度線が縦断している。特に、千葉県内の市町村で人口が上位にある船橋、市川、松戸、柏の主要4都市と接している唯一の市である。東括人社鉄道江戸時代は鎌原と呼ばれ、 鎌原が鎌ヶ谷に転じたという説や、以前は鎌ヶ谷市周辺に、カバやカヤが自生し、カバノガヤが鎌ヶ谷へ転じたという説、鎌形の谷がある力など、諸説ある。地名表記、鎌ヶ谷と鎌ヶ谷との両方の表記があるが、これは一般の地名表記は小文字の、けを使うのに対し、新聞、出版関係の地名表記は大文字の、けを使う。 市役所では、鎌ヶ谷を採用しており、JP 日本郵政グループ住所や千葉県庁もそれに、習っている。なお、条例で、家は、大きく書くと定められている。なお、2007年10月1日に、鎌ヶ谷郵便局が、鎌ヶ谷郵便局に改称された。師匠師匠は、カタカナで、鎌ヶ谷を図案化したものである。下唄国牧地海根場へ移住の者、 受産無期待規則の冒頭部分、明治維新直後、政府は、東京府の貧窮民、旧武士たちの救済の目的で、東京に隣接する小金牧の開墾を計画し、北島周朝によって、初めに、現在の、初富の開拓が行われることになった。費用を捻出するために開墾会社を設置し、1869年10月に、入職者を募集し、 同月中から入職を開始した。入職条件は、下佐国牧地開根場へ移住の者の、受散無期待遺棄則に残っている。個別の入職者の事例はほとんど残っていないので、具体的にどのような来歴の人物が入職したかは、あまりわかっていないが、総集牧開根演説書に、当時の入職者の前田智七の足跡が、よく記録されている。記録を突き合わせると、 友七は、美の国鏡群出身で、1861年に、長女と長男を故郷に預けおいて、江戸へ入り、東京本庄三笠一丁目に居住していた。その後入職者に応募し、1869年11月17日妻と、次男神太郎と共に、初富に入職。初富入職後に、長女、長男を呼び寄せ家族で暮らせるようになったという。 当初の開墾事業は、入植者の多くが、農業未経験者だったことや、周辺の村との圧力、台風雨、干ばつなどの厳しい自然環境を理由に失敗し、明治5年には、開墾局も、開墾会社も廃止された。この失敗によって1891年頃まで、初富の人口は前減したが、残ったものの地道な努力と、 従来の東京休民ではない、新しい開拓者として、周辺の村々の農家の指定が加わったことから、父とはしながらも確実な営みとなった。しかし、切り開いた土地の多くが、旧開墾会社の社員の所有物となってしまい、入職者たちは、小作人とされてしまったことから、入職者と、旧社員との係争、訴訟が各地で起こった。例えば、 1876年4月3日には、村民が内務卿大久保利道に直送を行っている。これらの事件を、千葉県令、船越守は、県下一の難事件と呼び、国会議員、田中正蔵は1894年5月に、この県で政府へ質問書を提出するという事態になった。入職者が起こした裁判はことごとく敗訴したが、千葉県は、 旧社員から、開墾地を買い上げ、安価で入職者へ払い下げるという救済措置を取った。昭和の大合併では、村内から、松戸市や船橋市との合併論が、平成の大合併では、白石の一部住民からの合併論が持ち上がった。ものの、合併には至らず、現在の市町村制度の基礎が成立した1889年以来、 100年以上にわたって一度も市町村合併を行っていない。同様のケースは、千葉県内では、浦安市、富里市、市水町がある。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、0.99%増の108,917人であり、増減率は、千葉県下54市町村中14位。 60行政区域中17位。生活共同組合へ加入している世帯が多い。千葉コープ加入世帯のみで、市内全世帯の約40%が加入している。飯田武氏、1971年9月1日から1983年、皆川慶一郎、1983年から2002年6月7日、清水清志氏。 2002年7月28日から2021年6月10日、柴田博美、2021年7月18日、現職鎌ヶ谷警察署、鎌ヶ谷消防署郵便番号は、以下が該当する。一周廃局が周廃を担当する。2014年3月20日現在。2014年3月20日現在。アクロスモール、 新鎌ヶ谷4鎌ヶ谷ショッピングセンター主な大規模商業施設本社本店を置く企業鎌ヶ谷市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。新鎌ヶ谷新鎌ヶ谷駅周辺の町並み北部地区南部地区くぬぎ山地区地域問題住宅団地市外局番市外局番は市内全域047であるが 船橋 MA の区域とと、市川 MA の区域に分かれている。市川 MA に属するのは、松戸市に近いくぬぎ山一丁目の四丁目のみ。収容局は、鎌ヶ谷局、千葉上野山局、二羽局、白井局、五光局。二次医療圏としては、東葛南部医療圏である。三次医療圏は、千葉県医療圏。 医療提供施設は特筆性の高いもののみを記載する。千葉県立鎌ヶ谷高等学校全国信用金庫、研修所高等学校中学校、小学校児童福祉施設アットホームママ、なしの子研修施設社会、教育施設図書館博物館旅客空港は、千葉県成田市の成田国際空港が、最寄りとなる。東京都大田区の東京国際空港にも、 成田スカイアクセス線を走るアクセス特急を利用すれば約1時間で行くことが可能。新鎌ヶ谷駅、鎌ヶ谷駅、鎌ケ谷大仏駅市の南北を東部の打線、東西に北総線、成田スカイアクセス線が走り、北西部、南東部を新京成線がカバーする。この3路線が市の中央にある新鎌ヶ谷駅で交差する。北総線、 成田スカイアクセスを利用した場合、都心方面まで特急で約30分、また成田空港へも同様に約30分でアクセスできる。なお、新京成電鉄本社、北総鉄道本社は鎌ケ谷市に所在する。北部地区は高柳駅及び六次駅。南部地域は市内にも地名がある、まご沢駅が最寄りとなる場合もある。 北総鉄道、京成電鉄新京成電鉄東部鉄道機協合、生活バス千葉に、一般国道県道下望作航空基地国、県指定及び国文化財一覧。旭山部屋スポーツ芸能その立場市を除く人口40万人以上の、市。ありがとうございます。